2009年のフォーミュラ日本は、2009年4月4日から5日に、富士スピードウェイで開幕し、9月26日から27日に、スポーツランドスゴで閉幕した全8戦のシリーズである。前年までの V 型8気筒 3000cc から、スーパー GT GT500 クラスと、基本設計が、同じ V 型8気筒 3400cc のエンジンに変更される。 このエンジンは4レースの間継続使用され、途中でエンジンを交換した場合、予選順位10番手降格のペナルティが課せられる。前年同様、全車同じエンジンコントロールユニットが使用され、レブリミットも同じ 1300rpm だが、新たにリミットを約20秒間 1700rpm まで引き上げるオーバーテイクボタンが導入された。環境への配慮から、 排気管出口に全日本選手権としては初めて三元触媒が装着された。シェイクダウンテストでのスウィフト 017N3 年ごとの写真以降新年にあたり、前年までのローラビー06-51に代わって、スウィフト 017N が新たに投入され、前年までと同様に主催者である日本レースプロモーションから各チームにリースの形で供給された。 参戦コストを抑えるため、レギュレーションで禁止されていない項目に対しても、開発の規制が行われるようになった。特に、ダンパーについては、シーズン開幕後より物議を醸しており、最終戦を前に一部チームが使用していた、左右連結リザーバータンクなどが禁止された。高騰する参戦コストの低減を目的に、 各大会の日程が3日間から2日間に短縮され、レース距離も最大 250km に短縮された。合わせて昨年行われた1大会にレース制やリバースグリッドは採用されないことになった。昨年と同様のノックアウト方式で行われるが、各セッションで決定する予選順位の配分が変更された。参加台数の減少により、 ポイント配分が見直された。サブプライムローン問題に橋を発する世界的な景気悪化から、アータ、ゴジゲン、コンドーレーシングの3チームが参戦を見送り、セルモ、インジングは前年の3台から1台に台数を減らした。一方で、リアルレーシングを母体とした HFDP レーシングの新規参戦はあったが、前年の20台を大きく下回る13台の エントリーに止まった。これはシリーズが開始されて以降最小のエントリー数である。全チームともシ,ャシーは FN09、タイヤはブリジストンポイントシステム太字はポールポジション、車ジはファステストラップ。各線で同一チームのマシンが得た合計点。ありがとうございます。